早速俺を追ってきた。なんでお前がここにいる。わけじゃなさそうだな。なんでお前が外に出てんだよ。一緒にいたオリジナルはどうした。束になった分今度は手応えがあるといいな。戦争だ、倒せ敵を。サスケ、お前が木の葉に攻めてくれや、俺はお前と戦わなきゃならねえ。いいだろう、お前を一番に殺してやる。忘れたか、ナルト、本当の強さが何なのか。お前たちの記憶からウチハを消してやる。お前たちを。お前らは木の葉の忍びではない。俺と同じ目を持って俺の前に来い。イタチなのか、このスサノオ。やはりお前はイタチ。カブトの術、今の俺は江戸転生だ。後にしろと言っても聞かないか。だから俺は木の葉を潰すと決めたんだ。お前と戦った時言ったはずだ。これはあんたの目だ。随分変わったと。違う、あんたがかつて俺の全てを変えたんだ。そこでイタチは決めたのだ。己の手で一族の歴史に幕を下ろすこと。それをたった一人で背負い込み、己を犠牲にしたイタチの決断を責めることは。なぜ俺だったんだ。なぜ俺だけ残した。お前は当時何も知らなかった。ウチハ一族の愚行も何も。そのためにお前の中の憎しみを利用した。俺は死ぬ以前よりお前が違う道に行かぬよう。俺はそんな道を望んじゃいない。何がおかしい。いや、死んだ今でもまだ逃げるのか。逃げているわけではない。口寄せの術。この術を跳ねのけられるような忍びはまずいないから、そういう心配はしていなかったからね。君は僕を殺せないのさ。僕が死ねば二度とこの術を止めることができなくなる。オロチマルなのか。トビが戦争を仕掛けたんだな。少しは知ってるんだ。白い方の絶の量産型が10万体、二代目土影、三代目雷影、二代目水影。だがどうして江戸転生で蘇ったあんたがこんなところにいる。まさか江戸転生の術に自分の現実を上書きするなんて。どうやら君のお兄さんは。お前を殺しに来た。どうだろう、ここは一つ協力してこのイタチを倒そうじゃないか。なぜだ。こいつはオロチマルと同じ。まずはそいつを俺の突く読みにかけ、その術を止める方法を聞き出す。この術の弱点とリスクはこの俺の存在だ。兄弟で僕を仲間外れですか。面白い。僕みたいなインテリはじっと見つめられるのに慣れてなくてね。でもただの蛇博士じゃこの僕は倒せないよ。そんなものじゃないよ。サスケ、フードだろ。インテリも度が過ぎてる。オロチマルの残り物を移植しただけの劣化版だな。確かにそれで隠れてるつもりなんだとしたらな。流動的に肉体変化する能力、そしてかねてより僕が持っている圧倒的回復力。この忍び世界で才能のないものは存在すら否定されるけど。オロチマルから順位を食らってたか。竜地堂でね。竜地堂だと。白蛇仙人の下で修行し身につけた。
助け、焦るな。感知能力が今までの比じゃなくてね、この僕のように完璧な仙人仕様には完全な仙人の力は蛇を脱皮し竜へと昇華したんだよ。先方、迫撃の術。うわあ、ダメだ、スサノオを維持できない。それに今にしてもお前がどこを狙うかははっきりしている。君が内派一族の中で他と違うのは本当の意味での動力だ。昔俺の任務についてきた時のことを覚えているか。わかってる。普段ここに角なんてないもんだから、ついに。今ならあの大イノシシも仕留められそうだな。だからこそ君は兄を苦しめた木の葉を潰す気でいるんだね。さっきも言ったけど、まあまあ嘘つきだからね、君の兄さん。いや、むしろ僕の方が君と同じ目的を持ってるんだよ、サスケ君。イタチを後ろから突き刺し、こっちへ来るなら今だよ。俺のこの葉くずしは俺だけのものだ。やつの運命を握る究極の道術、イザナミだ。サスケ、俺から離れるな。先方、無期転生。それでまた頭の中を上書きする。どうなるかは分かるだろう。そしてこの世で一番陸道仙人に近しいのはこの僕、ドトン、ドルク返し。この糸は刀で切れない。エントン、カグッチ。タヨヤ、魔敵無限音叉。どうだい、サスケ君、覚えているかい、今のこの僕の姿を。自分自身の値打ちを称賛に値するものに結びつけ、自分の存在意義を見出そうとしても己自身を認めてやることができない奴は。現術シャリングラン、つくよみ。これよりイザナミに入る。お前はもう失敗したんだ。カトン、豪華級の術。スイトン、大爆風の術。手傷を負わせても無意味。視界を絶った僕にならその運命確かめてみたいね。俺が言ったことを思い出せ、そして考えろ。どんな現実にもかかりようはない。しかしこれは僕に何をした。お前は俺の道術にはまった。うちはイタチ！来い！俺の言ったことを思い返すんだ。これでイタチの現実支配からタユヤの現実支配へと移行すれば、ここは一旦引いて。くそ、ふざけるな。奴はこの輪廻、このループから逃れることはできない。これがイザナミだ。この術にはそのループから抜け出る道が用意されている。あれは運命を変える内派の完璧な道術だと言われていたそうだ。術に頼ることなく
運命を自分で受け入れるように導く術。脱出できるってことは。こいつは昔の俺に似ていた。結果それをごまかす方法として他人の力を信用しなくなったのが俺だ。どうしても自分自身を許し認めることができないことも。こいつと兄さんは違う。兄さんは完璧だった。サスケ、なんであれ、一つとして一つで完璧なんてものはないのかもしれない。だから俺を完璧だったなんて言ってくれるな。